现在报告新闻，在伟大领袖坚持前程五周年之际，各国の人たちが偉大な金正恩主席の逝去25周年に際して談話を発表しました。今後民主共和国チュチュ思想研究全国委員会委員長、レバノンチュチュ思想研究会会長、朝鮮人民との連帯及び朝鮮の統一支持アラブ委員会委員長は談話で、金正恩主席が社会主義朝鮮の繁栄と人民の幸せ、国の統一と世界の自主化運動に大きな貢献をした20世紀の傑出した指導者だとし、卓越した思想理論の活動と精力的な導きで世界の自主運動に不滅の貢献をした主席の革命的生涯と業績を称えました。共和国各地の農村で大水と暴風雨による被害対策に力を入れています。大水と暴風雨による作物の被害を防ぐのが一年の農作の生死に関わる重要なことであることを自覚した農業部門の勤労者の懸命な努力によって、全国的に300箇所の貯水池、河川のダム、370km以上の排水路と天然および排水施設が補修整備され、35000m以上の海岸防潮堤が設定されました。共和国で細菌とカビを抑える水性塗料が建築に導入されています。半量輸出交流所で大量生産しているこの塗料は、保健医療部門、食品工業及び商業部門と住宅の向きに立って衛生の安定を図り、陰イオンを放出し空気を浄化するというメリットがあります。国家品質認証分析で最高の品質と認められたこの塗料は、この8年間、国中の水中の市軍人民病院の手術場と製薬工場、食品工場、住宅の塗装に利用されましたが、カビの細菌が見られず、抗菌性が徹底的に保たれていると好評でした。祖国解放戦争勝利66周年を迎え、共和国栄誉賞を受けたヤンパンギ・チョンギボンさんの遺影が祖国解放戦争参戦列車の墓地に安置されました。16日、遺影を安置する儀式では、スピーチについてヤンパンギ・チョンギボンさんと、すでに安置されたコウ・デソクさんのほか14人が夫婦合葬されました。参列者が烈士たちの墓に花束を手向け、黙祷を捧げました。2019年アジアユースレスリング選手権大会に参加した共和国の選手たちが16日列車で帰国しました。この9日から14日までタイで行われた大会には、朝鮮と中国、インドをはじめ18の国と地域の男女選手350人余りが参加しました。女子55キロ級に出場したユン・ヒョンジュ選手が全試合無敗で決勝戦に進出しました。決勝戦でモンゴル選手を14対4の圧倒的な点差で下し1位になりました。またウォン・ミョンジョン選手が女子50キロ級で、キム・ソンオク選手が女子53キロ級でそれぞれ3位になりました。スイス連邦クロッド・ロネ・ベグレ国会議員が16日空路ピョンヤン入りしました。サモエル・ウィンボ書記長率いるスイス共産主義青年代表団が16日空路ピョンヤン入りしました。以上、この時間のニュース、チェ・ジョン入りがお伝えしました。こちらは朝鮮の広報省です。贈り物の民族工芸地球儀。民族工芸地球儀は、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、ロシアのブロードウェイ会社の総社長から、1904年2015年12月20日に贈られたものです。贈り物はロシアの伝統的な金属版画の手法で精魂を込めて作ったものです。金正恩委員長が導く判定実施運用は永遠不滅のものだという信念を込めて、地球儀の大陸の部分は金メッキを施し、
ソウル友好が大を継いで永遠のものになることを願う意味から、ピンアンとモスクワはルビーをはめて作ったといいます。緯度と経度を表したリングの左右の側面には、平和のシンボルである月桂樹がレリーフされています。またそのリングと地球の中心の軸の部分には、軸の中心の平和さを象徴して7つのオーストリアの水晶をはめ込みました。地球を持ち上げている基盤の首の部分には、地球を通していつも金正恩委員長の無事を願う意味から、朝鮮の24節気を象徴する24のルビーで飾りました。銀メッキの金属プレートの贈答文には、最高司令官金正恩委員長に謹んで捧げます。ブロードウェイ会社の総社長イリア・セルゲイビッチ・ウォロニン、ロシアのタベリッチという字が金で書かれています。贈り物、金属工芸地球儀をご紹介しました。不伐の革命強兵、701年2012年7月17日、敬愛する最高指導者金正恩委員長に朝鮮民主主義人民共和国元帥の称号が授けられました。これは金正恩委員長に寄せる朝鮮人民の絶大な信頼と強烈な心の表れで、父の朝鮮の繁栄と社会主義強国建設運用の勝利を早める上で大きな意味を持つ歴史的な出来事でした。歴史のこの日があって、父の朝鮮の強大さと成功理の前進、明るい前途は一層確かなものとなります。今、朝鮮人民は民族史に記される特大の出来事と定期的な変革で綴られて、7年間の道のりを誇らしげに振り返っています。この7年間は金正恩委員長の導きのもとに、革命と建設の全ての分野で新たな全盛期が開かれ、国の総合的国力と戦略的地位が絶頂を極め、人民の美しい夢と理想が実現した愛ある年代として輝いています。また、父の革命業を百戦百勝の一路へと導く傑出した指導者、国と人民のために全てを尽くす金正恩委員長の偉大さが強く轟かされた日々でした。金正恩委員長は国と民族の運命を守り、社会主義強国建設運用を成功裏に前進させるために、軍事力の強化に大きな力を入れ、人民軍をいかなる大敵も手出しできない不伐の革命強兵に作りました。そして革命武力の強化に尽くした金日成主席と金正恩総書記の不滅の業績を固く守り、人民軍を精鋭な革命強兵にさらに強めるための指針を示しました。歴史に記されたその日々に、数多くの感動深い話が生まれました。いかに危険でも軍人がいるところなら全て行かなければならない、軍人がいて最高司令官もいると言って小さい木船に乗ってスケル海を渡った金正恩委員長です。そして軍人たちに敵撃滅の意志が込められた機関銃と自動小銃双眼鏡を持たせ、訓練場で軍人たちの総合戦術訓練と打撃訓練を指導しました。金正恩委員長がいて、朝鮮人民軍は不伐の強兵の威容を誇っているのです。不伐の革命強兵、高台氏とお話ししました。金正恩委員長は現代の最も優れた指導者である。世界の多くの人々が敬愛する最高指導者金正恩委員長を、抜きんでた政治の実力を持つ偉大な指導者と高く称えています。アジア地域地質思想研究所のハルシグプタ理事長はこう語りました。 Today the DPRK that advances under the leadership
キム・ジョンウン委員長の指導のもとに進んでいる朝鮮民主主義人民共和国は今誰も否定できない政治思想の強国、軍事強国としてその異様を世界にとどろかせています。予測不能の朝鮮半島と世界の政治情勢の流れの中心にキム・ジョンウン委員長がいるというのが今の国際社会の一致した評価です。チェコ知識思想研究及び議員会のルカシュ・ブラボル第一副会長はこう話しています。世界の進歩的人民が敬遠する金正恩委員長を現代の最も進歩的な指導者と称えています。金正恩委員長は朝鮮人民だけでなく国の自立と社会主義のために戦っている世界の進歩的人民の真の指導者です。私は金正恩委員長に導かれている朝鮮労働党の政策が最も革命的で全ての面で立派だと思います。スウェーデン知識層研究会のニルス・エリク・ダニエルソンさんは朝鮮の速やかな発展に驚かざるを得ないとしこう続けました。Korea under the leadership of the Workers' Party and under the guidance of Commercial Kim Jong-un has in the latest year. 金正恩委員長に導かれる朝鮮労働党の下で近年朝鮮はさらに光り輝いています。今後とも朝鮮人は強国づくりを進めて今後の勝利を収めることを願うものです。世界人民は金正恩委員長を支持しています。世界の声でした。ルンダイ・ルカちゃんのご紹介します。去年の都心を流れるトゥン川の中州ルンダ島にユニークな造りのイルカ館があります。ルンダイ・ルカ館は701年2012年7月に竣工しました。敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長の深い思いやりの中、このイルカ館は人々が心ゆくまでくつろぐ文化生活の場として立派に作られました。1901年2012年6月キム・ジョンウン委員長は観光間近のルンダイ・ルカ館を訪れて晩年の文化生活に潤いをもたらす大切なものに語るよう細やかに指導しました。客席に座ってイルカの芸を見たキム・ジョンウン委員長は、舞台に字幕がないのがなんとなく物足りない気がする、舞台の方に飾ってた電光パネルを少し下ろして字幕を取り付けるなら公演の内容について観客に説明しやすいだろう、舞台の床をスマホに見せて作り舞台の背景を描いた何か調和させるよう舞台美術が力を入れるべきだと言いました。そしてトンネル上の科学技術普及室を見せ観客にイルカやサメ、クジラをはじめ海の動物の生態と特徴についてのいろいろな常識と興味深い情報を提供するようにと様々したことにも触れました。ルンダイルカ館のガイドさんのハンジョンシルさんの話です。2012년6월우리거품호관에떠다시나오신후이께서는거품호관을만점짜리건물로꾸려주셨습니다2012년6월이르카관이마타모야대무이타김정은위원과이르카관을희는우치도코로가나이모노니쓰쿠르타메노구아시이코토오쇼마시타2階に設けられた水中トンネル上の科学技術普及室だけをこのそうです。当時水中トンネル上の科学技術普及室には魚の水槽を設置しようとしたところもありました。金正恩委員長は科学技術普及室らしく水槽でなくテレビを据え付けて多種多様な魚の活動の模様と海の世界を編集して放映すべきだと言いました。その他にもイルカは朝を十分に賄い調教師とアナウンサーガイドの質を見事に作ることなど大変な困難を一つ一つ解決してやりました。
今もルンナイルカ館からは喜びに満ちた観客の笑う声が絶えていません。ルンナイルカ館をご紹介しました。